どうも、海林です。本日は JR 東日本盛岡駅に来ています。今回は盛岡駅より、はやぶさ70号を大宮駅に乗っていきたいと思います。まあ、大宮駅の新幹線。まあ、これはね、いつの時代のことやという話なんですけど、まあ、大宮東京間ね、非常に、東北上越北陸新幹線と、まあ、多数の路線がね、入るところでございまして、まあ、線路容量がね、足りないということで、一部臨時列車は大宮駅として運転しています。まあ、東京駅が足りない時も上野駅とかで運転したいんですけど、今回は大宮駅というパターンでございます。なので、この盛岡駅から乗るんですが、列車はね、新青森始発ということで、盛岡途中駅なんですけど、新青森まで行くね、時間と金と、そして工程上の都合上、盛岡駅からとさせていただきます。ご了承ください。というわけで、新幹線に乗り行きたいと思います。今回は新幹線 E チケットを使っておりまして、特50、今流行りをですね、半額で新幹線に乗るということをやっております。まあ、大宮駅の新幹線ね、どのぐらいの乗車率なのか、大宮駅、僕大宮の人だからね、わかるんですけど、大宮駅にね、よく買ったんですけど、臨時はやぶさで、大宮始発の臨時はやぶさや、東北に行こうってね。まあ、何を言ってるかというとね、東京始発は混んでるから臨時はやぶさに乗ってね、大宮始発のやつに乗ると。ただでさえ空いてる新幹線ね、混んでるからっていう理由で大宮始発を設定してみたけど、ただでさえ空いてるからね、ただこの列車はね、空いてるっても運行しているっていう、もんですから、あとまあ密防止というかそういう意味もあるんでしょうね。まあどのぐらい乗ってるのか調べながら行きたいと思います。早速新幹線方面行きましょう。これ11番線23分の大宮駅ですね。これタッチして乗っていきましょう。いや、ピピッとね。盛岡駅新幹線在来線の方はね、残念ながらスイカ使えないというね、こっちが使えちゃっていいのかって話ですよね。だからやっぱり旅の思い出でやっぱり欲しいわけですよ。座席表とかが。だからこれピーってやるとね。が出ますので、これに一冊ってボタンを押せば、これをビーってね、レシートが出てくると。まあ、接近放送が鳴ってるんでね、早く行った方がいいと思いますけど、あと3分なんか大丈夫かな。6号車、こっちだ。ゴー、ゴー、ゴー。やっぱり、新幹線といえばね、やっぱり東京を中心にって感じがするんで、大宮に来たなとなかなか新鮮な気持ちはしますよね。まあ、新鮮だから乗るんですけど、珍しいからわざわざこれに合わせました。わ、すごい、目の前のニューデイズ現金利用か、無人店舗じゃん。これ盗まれるんじゃないの。盗めるじゃん。全然日本語に気があんないな。なんだこれ。わかった。6号車。ただ3Aで。3Aです。ありがとうございます。この電車は
はやぶさ号大宮行きです。全車指定席で自由席はございません。次は北上に停まります。車内はデッキ、トイレを含めまして、すべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は、周りのお客様のご迷惑となりませんよう、デッキをご利用ください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや不法意にお気づきの場合は、乗務員または駅係員までお知らせください。また、客室の自動ドア付近に SOS ボタンを設置しております。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。駅弁ですね。こちらのこぼれイクラととろサーモンハラス焼き弁当1280円、高いですね。買ってきました。まあ、確か有名なやつだよね。関東の駅弁市とかで、ね、よくあるようなやつです。であとにもね、停車駅が北上一ノ関、いや北上とあとどこなんだっけ、北上とどっかと仙台とかです。今日は深夜で東日本東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は早ぶさ75宮行きです。これから先の戻りますね、駅の到着時刻をご案内いたします。北上2時37分、
インターは古川に着きました。割と乗ってくるし割と降りたかな。まもなくしましたね。新幹線の車両センターはリフです。今の4モールリフなんですけど、どうだ、アルファ X はいるか。あ、E7 系がいる。どういうことや。Thank you.
割と乗ってたのが古川から仙台の間が一番乗ってて6、7人で今仙台発車して、まあ、どのくらい乗ってるかというと我々今友達とね、2人なんですけど、うちら含めて3人ということで僕以外の人は1人しか乗っていません。6号車って、ね、比較的階段に近いところなので見る窓口からね、続き取ってもらうと多分6号車だとか結構指定されるのではないかなと思うんですけど、それでこれですからね、私駒地方の造血もないので、普通車は8両ということになってるんですけど、このありさまですからね、相当まずいでしょうね、早速ここでね、囲碁系の座席の紹介といきたいと思います。めちゃくちゃ広いんですよね、囲碁系ってすごい広くて、コンセントがね、ちょっと遠いんですよね。僕のこのコード頑張ってここにコードつなげた状態スマホ乗っかるぐらいなんで非常に遠いです。で、最前列あとの最後部列の一番後ろを除いてコンセントは窓側にしかついておりません。 HOK だったらついてるのかな、どうだか忘れましたけど、電車にはついておりません。窓側のみにコンセントがあります。あとは最近ね、JAI 合衆法では荷物スペースを作りました。あそこにね、マスキーだったり何かといったキャリーだったり入れることもできますし、上に網棚もありますということで、だからやっぱり荷物スペースが、ね、あるのであれですよね、あれのおかげで席は待ち潰れてるけど、ただ特大荷物スペースっていうね、めんどくさいのもやる必要もないですから、荷物スペースはありがたいなとは思いますけど、東海道じゃね、あんな座席を潰すなんてね、座席数が違うっていうね、500件とかね、そういうのを倉庫に駆逐した会社ですから考えられませんね、やることは。 JR イーストに Wi-Fi がついております。多分もう福島県入ったかな。ですが速度は312キロ、10キロぐらいか、まあ、320までいかんとも大体300キロちょい超えはするんですね。そうね、まもなく多分郡山ですね。315キロ、ね、郡山なんてね、300キロ超えでも通過しちゃいましょうね。ここ今デッドセクションのあたりですね、黒磯を通過します。まあ、黒磯はね、東高線の運行機関駅ではありますが、まあ、運行機関などはね、単にレッドセクションがあるぐらいなので、この新幹線は駅はありません。
JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。Ladies and gentlemen, we will arrive at the Omiya Terminal in a few minutes. Passengers changing to Joy Shinkansen, Hokuriku Shinkansen, the Keihin Tohoku Line, the Takasaki Line, the Saikyo Line, the Kawagoe Line, the Tobu Urban Park Line, and the New Shuttle. Please transfer at this station. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you.案内いたします。まもなく終点大宮です。到着ホームは15番線です。お支度をしてお待ちください。大宮から先上野東京までご利用のお客様、時328号東京行きは階段エスカレーターをご利用になりまして13番線から16時35分の発車です。上越新幹線時331号新潟行きは階段エスカレーターをご利用になりまして18番線から16時42分、北陸新幹線全車両指定席の輝511号金沢行き同じく18番線16時50分、芥川571号金沢行き同じく18番線16時58分の発車です。落とし物や忘れ物をなさいませんようお気をつけください。今日も JR 東日本東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。終点大宮です。大宮駅は主に東京方面の臨時列車、また大宮止まりの列車が発着する15番線に到着いたしました。基本的に大宮駅に入る新幹線でしたら、で東北新幹線の場合は15番線ではなく14番線に入るんですが、今車折り返しということで15番線に入りました。懐かしいね、この薬系だとかね、水系とかいろいろありますけど、今ね、いつもの大宮駅だけど新幹線から出るとね、またいいですね。は？なんで？なんで大宮出場するだけでなんで三択が必要なの？あ、すいません、出たいんですけど。というわけで皆さん機会があれば、特に埼玉県民の皆さんであればぜひ、大宮駅の新幹線ね、非常に空いてますから乗ってみてはいかがでしょうか。珍しさも体感できます。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。